ございます。ありがとうございます。ご紹介に預かりました、世界一のセラピスト川上拓人です。まず本当に簡単な自己紹介をさせていただきますと、2011年表参道で、アロマセラピストとしてセラピストデビューしました。皆さん、男性のアロマセラピストの施術受けたことある方ってどれぐらい今、すごい結構いますね。ありがとうございます。僕が10年前セラピストになった時はほとんどこう男性セラピストっていうこと人自体がいなかったので、むちゃくちゃ苦労して、本当にお客様も来ないし、ホットペッパーも掲載 NG だったんで、もう本当に一人のお客様がめっちゃ大事だったんですよ。本当に来ないんで、半年やって数人とか数十人しか来ないぐらいのレベルなので、どうやったらお客様が喜んでくれてリピートしてくれるか、指名につながるか、まあ、こういったところをずっと考えながら、技術もこう練習しながらも、マーケティングだったり心理学とかいろんなことを頑張ってやっていったら、まあちょっとずつお客様が増えていきまして、資格とかを発行できるように、メンズセラピスト協会っていう協会作ったりとか、インターナショナルセラピー協会っていう協会作って、海外のスクールさんと提携始めていく中で、2019年フランスパリで行われた、フランス、セラピストの世界大会ですね、ミラースパープラティシエンインターナショナルフランスっていう大会で、見事、自分で見事っていうのもあれなんですけど、インターナショナル部門で優勝させていただきまして、世界一のセラピストとして今 YouTube で発信活動だったり、シェアサロン、スクール、サロン、オンラインスクールなどを運営しております。で、今日はですね、その中でも、僕のすごい好きな授業というか、リンパの授業ですね、リンパで人生を変えるっていう授業を皆様にお伝えできればと思っております。で、その前にですね、僕の講座を多分ワンデーレッスンとか、リアルな講座を受けられたことある人は分かると思うんですけど、必ず僕授業の前に他己紹介っていうのをやるんですね。他己紹介やったことある人います？あ、少ない。ありがとうございます。はい、今日はでも他己紹介しちゃうと、他己紹介っていうのは隣の人をこうお互い自己紹介し合って隣の人をみんなに紹介するんですけど、多分他己紹介で終わってしまうので、1分自己紹介をちょっとお隣の人たちとやってもらいたいんですね。ぜひですね、隣に座っている方とちょっとペアを組んでいただいて、1分間、私こういうものでどこどこから来てて、まあ、こういうことを今されてて、今後こういうことしていきたいと思ってます。簡単で大丈夫です。1分です。1分ずつぐらい自己紹介をし合っていただければと思います。なのでちょっとペアを組んでいただいて、もし隣の人知ってるってなれば、前後でちょっとこう組み替えていただいて、ぜひ自己紹介をし合っていただければと思います。これは皆さん、セラピストさんだったりエステティシャンの人、もしくはまた別の経営者さんの方も来てくださってると思うんですが、自己紹介で相手の話を聞くときの、これカウンセリングの実は技術で、相手の話を聞く傾聴力だとか、愛のあるリアクションを取ることによって相手から情報を引き出す技術なんですね。これカウンセリングの技術です。なので知らない人と自己紹介したときに、興味を持って、相手に興味を持って聞き出す技術っていうのをぜひやっていただいて、これができると、本当にね、めちゃめちゃ僕も講師しやすくなるので、ぜひ皆さん、ペアになっていただいて、自己紹介を1分ずつしてみてください。はい、では皆さん、ペアを組んで、まずはご挨拶をしていただいて、ペアを組んでみてください。はい、はい、では間もなく終了になります。皆さん、せっかくご縁でね、自己紹介させていただいた、パートナーの方にありがとうという、お礼をしまして、ぜひですね、せっかくここの講座を受けてくださってる、セラピストさん、エステティシャンの皆様、つながりをすごく大事にしていければと思うので、もしね、会場終わった後でも、隣のペアとか、もし近くの人とかとインスタ交換だとか名刺交換とかしていただければ、ぜひね、こういったきっかけでつながっていただければと思います。はい、で、僕他己紹介して、なんか時間に余裕があるなと思っててるんですけど、本当にこれ1時間で終わる講座じゃなくて、普段講師でやってる時は3時間でやってる講座をギュッとやって持ってこようとしてるんで、しかも実技なしで3時間これ行く講座なので、ちょっと駆け足でいきます。で、もしちょっとやばいなと思ったら、お手元の資料を見ていただければ、ある程度書いてますので、メモとかもできるようしていただいても大丈夫なんですけど、ちょっと僕駆け足で行くので、皆さんちょっとついてこれなかったら YouTube をぜひ見てください。 YouTube にあります。 YouTube に出してるんで、もしよかったらそちら見てください。で、あとデモンストレーションの時間がなくなる可能性があります。急いでやるんですけど、なくなる可能性あるんですけど、すぐ横にブース出してるので、ここでもし間に合わなかったら、すぐその終わった後に、一応デモンストレーション、4時半からそこでやりますんで、終わった瞬間すぐ僕向こうで行って続きやるんで、ぜひまたそっちの方にも来ていただければと思います。はい、ではこの他己紹介ね、していただいた、
もう授業にね入っていきたいと思いますので、今日はですねリンパで人生を変えるっていうのをやっていきたいと思います。でお客様の人生を変えるのはもちろんなんですけど、自分の人生も変えていただいて大切な人の人生も変えれるセラピストということで、ぜひですね、いろいろ学んでいただければと思います。はい、では僕がやっぱり本当にこれリンパの流れが変わると人生の流れが変わるって大げさじゃないって思われるんですけど、ぜひこの講座を聞いていただくと、あ、やってみようかなって思う気持ちになると思いますので、本当に流れが変わるだけで全然変わってきます。で僕は自分の人生も、リンパで変わったと思ってます。さらにこれを人に伝えることで人の人生も変えれると思ってますので、ぜひ人の人生を変えれるセラピストになっていただければと思います。はい、では、リンパとはということで、リンパって何かというと、ですね、全身にこんなね網目のように張り巡らされている、リンパ管と、その中に、流れているリンパ液、そしてちょっと関節の部分、鼠径部だとか脇のところにあるちょっとプチプチの豆みたいのがあると思うんですけど、これがリンパ節ですね。これらを総称してリンパと言います。リンパとかリンパ系とも言います。でリンパって大きく分けて2つの役割がありまして、1つ目が免疫機能、2つ目が排泄運搬機能ですね。大きく分けてこの2つの役割があります。じゃあ免疫機能からね、お伝えしていきますと、これリンパ節っていうところで、免疫機能がありまして、図で見るとこんな感じ、こうねちょっとグロいなと思うかもしれないんですけど、この小体の節、約全身に600個から800個ほどありまして、 0.2 センチから 2,3 センチほどの小体の節があります。主に関節のところにあるんですけど、ここで、流れてきた細菌やウイルス、リンパ液に乗って流れてきた細菌やウイルスが全身にこう感染が広がるのを食い止める関所のような役割をしております。主なリンパ節、リンパ節じゃないのも入ってるんですけど、頸部のリンパ節だとか首にある頸部リンパ節、鎖骨の下にある鎖骨下静脈、これは静脈核と言われる部分ですごく大事なのでちょっと載せさせていただいているので後ほど詳しく説明していきます。あとは脇の下にある液下リンパ節、お腹にある腹部リンパ節、鼠径部にある鼠径リンパ節、膝裏にある膝下リンパ節っていう、リンパ節が、あるので、施術をするときにこの位置をしっかり覚えておくっていうのはすごく大事なポイントになりますので、ぜひですね覚えておいてください。で免疫機能ももちろん大事なんですけど、セラピストってどちらかというとこの排泄運搬機能っていうのがすごく大事になってきます。老廃物を運搬して排泄していくっていう機能がついてます。でイメージしていただきたいんですけど、これを我々がセラピストとか、お客様にこう施術する施術者さんが、理解していくのももちろん大事なんですけど、お客様にどう伝えるかっていうのがすごく大事になるんですね。自分たちはもちろん知っておくのは当たり前なんですけど、お客様にイメージしやすいように覚えていただくと、非常にお客様が納得してくれて行動してくれます。なのでリンパ管が排水管だと思ってください。そしてリンパ節はお風呂の排水口だと思ってくださいと。でリンパ液は、お風呂から出る下水だと思ってくださいと。皆さん排水口を詰まらせたことある方います？お風呂の排水口、髪こう掃除してなかったら詰まりますよね。僕もちょっとサボってるとこう詰まっちゃって、もういいやって気にせずやってるとくるぶしぐらいまで水が溜まってきて本当に結構大ごとになることあるんですよ。ここまでいくと結構やばいやつなんですけど、実際こういう感じでフィルターがあって、掃除してないと溜まりますよね。水の流れが悪くなると思うんですけど、やっぱり人間の体も一緒でフィルターにゴミが溜まってきて掃除しないで放置していくと流れが悪くなります。ゴミが溜まっちゃうんですね。で実際ちょっとこれまだ綺麗な映像なんですけど、僕、セラピストになった時にお客様に、こういう資料を作ってリンパとはってプレゼンしてたんですよ、お客様に。アフターカウンセリングで、その時はむちゃくちゃ汚い本当に排水口のヘドロがこびりついたようなやつを見せてました。今ちょっと授業中それやると惹かれると思って差し替えてます。今綺麗なやつにしました、比較的。はい、じゃあリンパってこの下水の詰まりとか下水が流している下水の中身って何かというと、がん細胞、死んだ細胞、老廃物、タンパク質、糖質、化学物質、細菌、ウイルス、そして乳酸脂肪ですね。これらを流してくださってるんですけど、ちょっと色が変わってる乳酸とか脂肪っていうのがありまして、これはお客様に刺さりやすいキーワードになってます。お客様に実はリンパってタンパク質流してるんですよって言っても、あ、そうなんだみたいな、だから何なんだろうってやっぱなってしまってあんまり刺さらないんですね。でも乳酸とか脂肪が流してるっていうと、お客様のイメージ、脂肪が流れていかなかったら
あれ太りやすくなるのかなとか、お客様がイメージしやすくなります。乳酸が溜まってしまったら疲れやすくなるのかなって言って、お客様のイメージしやすい言葉、刺さりやすい言葉をセラピストが知っておくってめちゃくちゃ大事なポイントになります。